ほど。OK。うん。多分これも呼吸法が背景にある気がします。高尾と行くにって今だとちょっとこう飲み込む感じになってますよ。なー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 うーんみたいな、ね、うん。そしたら一回呼吸をほぐします。鼻から少し激しめの呼吸を何回か連続でやるだけです。どうぞ。じゃあ構えて吹いてみてください。さっきのリップスラーン吸って、さっきより息がやっぱりうまく出てますね。うん。息を。じゃあ F で B だけ吹いてもらっていいですか。で吸って音出すまでの間ってどんなこと考えてますか。何も考えてないか待ってますか。口の準備とか息の準備なのか分かんないけど特にない。そしたら、楽器そのままでいいので息吸ってください。あ、なるほど。一回リラックスして今ね吸ってってやったんですよ。それは分かる。やったのは自覚ある。ある。あるんだ。何だったんですか。止まったってこと。止まる。飲み込んだ。飲み込んだ、うん、じゃあちょっと口の横からフーッてみて。ここで待ってて。そうそう、これまだ飲み込んでないです。待ってるけど。で口から吐いて、そう。じゃあそれでチューニングベイ吹いてみましょう。当ててまず吸ってあ、順番は口も口、まっぴゅう口に当てる、吸う、待っとく、そう、待っててくださいね。で、出して、パーン。そうそうそう。うん。いつもとちょっと感じ違いますよね。違います。うん。うん。待ってる間に、飲み込んで、うん、そうすると飲み込んだ分出ないというかなんかあるなそこに。じゃあちょっと今のでさっきタラララララをやってみたらどうなるか試してみましょう。口元に当てて吸って待っててください。そうそう、はい、吹いてください。そうそうそう、 OK、いい感じです。これでハイトーンに行くにはハイトーンに行くにつれて吐く勢いを強くするすれば多分上がれると思います。うん、多分今までは、うん、ちょっと分かってきた。圧力の作り方って2種類あるんですよ。一つが息吸おうとして、この圧力ね、この圧力、そういう圧力を高い音ほど作ってたかもしれません。もしかしたら。もう一個の圧力が
すっごいちっちゃい輪っか作ってここ、それ口元に当てて息吸ったら、ちっちゃいところを一生懸命息通そうとしてみて、で今余裕で通ってますよね。もっとちっちゃくしてなかなか通んないようにして、でもそこを頑張って通そうとする。でほっぺにも行かないように、ほっぺに行かないように、そうでも何とか通そうとする。そう、そうするとグッてなるでしょ、これも圧力ね。こっちがじゃあいよいよ塞いでみて、でちょっと息が出ないけど、出ないとこ思いっきりなんとか、そうこの感じ、ハイベーはこっち方面かもしれないって感じで、ちょっともう一回吹いてみましょう。で口に運んで息吸って、まあちょっと待って、息リラックス吸って、胸に入れて待っててください。はい、吹いてみましょう。そう、あ、出た。ね、うん。今のが息が流れ出てて、高い音の方が、まあ、強く入ってたって感じ。うん、圧力2種類、おさらいね。お腹にグッて力入れる。入れたまま息吸おうとする。そうすると、なんかグッと、なんか圧力かかるじゃないですか。中途半端に使えるんですよ、これ、うん、圧力かかるからだと思いますけど、でもこっちだとね、息が止まっちゃうんですよね。それで振動がしにくいみたいな事態が発生するのかなと現時点では思ってます。圧力っていう点では似てるけど、一方は息が流れない圧力、もう一方は息が流してるからこそ発生する圧力、吐いてんだけど口から漏らさない。やってみて。そう、こういうの、高い音ほど口が閉まってきます。息は吐いてるから溜まってくるわけですね、うん、高い音、もう一回やってみましょう。今の整理を使って、いつでもどうぞ。だいぶ綺麗ですね。うん、いいね。そう、低音の話だったんだけど。